2008年9月、アメリカ有数の大手証券会社リーマンブラザーズが経営破綻しました。リーマンブラザーズを破綻に追い込んだのは大規模な金融危機。アメリカ国民の多くが利用していたサブプライムローンと呼ばれる住宅ローンが、住宅価格の暴落で巨額の不良債権となったことから起こりました。世界各国の金融機関や投資家と取引のあったリーマンブラザーズの破綻は、瞬く間に世界を危機的な状況に陥れました。派遣切りをやめろ、派遣切りをやめろ。日本でも企業の収益が軒並み下がり、雇用の見直しで失業者も増加、日本経済全体が低迷しています。まず急がねばならないこと、それは景気対策です。世界が同時に勝ってない不況に入りつつあります。日本もまたこの世界不況から逃れることはできません。しかし、こうした経済危機を日本、そして世界が経験するのは初めてではありません。今から80年前の1929年10月24日木曜日、やはりアメリカから全世界を震撼させる金融危機が起こりました。後に暗黒の木曜日と名付けられたニューヨーク株式市場での株価大暴落です。一日で30億ドルが失われた未曾有の大暴落は、アメリカのみならず世界恐慌という地球規模の経済的破滅に至ったのです。アメリカと経済的に結びついていた日本も、世界恐慌の影響を免れませんでした。不景気の最中、さらに関東大震災の被害まで受けた日本にとって、それは致命的な打撃でした。日本は経済的苦境を脱するため中国大陸に進出したことで、軍部の拡大と暴走を招き、太平洋戦争に向かいます。その時歴史が動いた。今日は80年前の世界恐慌、その発生の瞬間を見つめ、経済危機の時代をいかに生きるべきかを探ります。こんばんは、皆さん、松平です。その時歴史が動いた。今日のテーマは経済危機でございます。不景気、企業の倒産、派遣切り、あるいは失業者の増大、今日本を取り巻く経済状況というのは、これは日本一国だけのものではなくて、世界同時不況というふうにも言われるものでございますが、しかしこの事態は今回が初めてではないんですね。80年前にも同じようなことがありました。今日のその時はその時でございまして、80年前、1929年、昭和4年の10月24日木曜日であります。この暗黒の木曜日と言われたこの日、ニューヨーク証券取引所はですね、株価が大暴落したのでございます。この80年前のいわゆる世界恐慌の時は、世界中が迷走いたしました。日本もですね、その経済復興という声の中で、その突破口としてですね、中国大陸への進出ということになったわけでございまして、これが暗黒暗い時代の始まりでございました。満州事変、そして日中戦争、さらにそれは太平洋戦争へとつながっていたのでございます。今日はこれからその80年前のいわゆる世界恐慌がどのようにして起こったのかということを見てまいりますけれども、番組はまずですね、その世界恐慌の少し前、世界恐慌前夜の日本の経済状況、ここを見るところから始めたいと思います。1914年
第一次世界大戦が勃発。ドイツ、フランス、イギリス、ロシアなどが次々に参戦し、ヨーロッパを主な戦場とする史上空前の戦争となりました。直接戦争の被害を受けなかった日本には、ヨーロッパの各国から大量の注文が殺到、輸出は急速に拡大し、明治以来初めて貿易収支が黒字になりました。未曽有の好景気を背景に、一躍財界の主役に躍り出た企業があります。貿易商社鈴木商店です。神戸で砂糖を扱っていた鈴木商店は、大戦による軍事景気で業種を拡大し、その資本金を100倍に増やすほど急成長しました。鈴木商店の経営責任者は、大番頭と呼ばれた金子直吉。天性の勘と巧みな交渉術の持ち主でした。第一次世界大戦は膨大な物資を消耗する総力戦でした。この状況を予見していた金子は、大規模な鉄の買い占めを行うとともに、造船会社も買収して船の生産を手掛けます。金子の先見性によって、鈴木商店は莫大な利益を手にしました。金子は豊富な資金をもとに事業を拡大し、工場を次々に建設。繊維、薬品、セメント、ビールなど、その数は60社以上に及びました。金子の夢は、鈴木商店を単なる貿易商社ではなく、製造会社や販売会社、そして金融会社まで抱える巨大財閥にすることでした。1917年、金子がロンドン支店に宛てた手紙にはこう記されています。この戦乱を利用し大儲けをなし、三井三菱を圧倒するか、並んで天下を三分する。金子の野望は実現間近かと思われました。ところが1918年、第一次世界大戦が終わると事態は一変します。鉄鋼や船舶など膨大な軍需物資は需要を失って大量に売れ残り、価格は暴落しました。深刻な不景気がやってきたのです。鈴木商店では赤字を減らすために、採算の取れない工場を閉鎖する意見が出されました。しかし金子は同意しません。経営が苦しいからといって社員を切り捨てることはできない。金子は銀行からの借金で赤字を穴埋めする道を選びます。実は金子には経営立て直しのための当てがありました。その当時、海軍が進めていた大艦隊を作る計画です。この計画に参加し、軍艦の建造を受注すれば、鈴木商店の製造部門は一挙に黒字に転じるはずでした。しかし、その金子の目論みは外れました。1922年、ワシントン軍縮会議。この会議で日本は軍備の制限に合意し、大艦隊の計画は白紙に戻されてしまったのです。金子が率いる鈴木商店に残ったのは、到底返すことのできない巨額の債務でした。
破滅の淵に立った鈴木商店。しかし起死回生の機会が訪れます。そのきっかけは明くる年に起きた関東大震災でした。震災後被災した多くの企業で銀行への手形の支払いができなくなるという事態が発生。政府は一時的にその手形の支払いを肩代わりして支払い期限を延ばしました。この手形は震災手形と呼ばれました。この時鈴木商店をはじめ数社の企業は震災とは無関係の支払い困難な手形を震災手形としてしまいました。さらに金子は鈴木商店を救う秘策に出ます。震災手形を政府の公的資金によって肩代わりしてもらおうというものでした。金子は他の企業にも働きかけながら政府閣僚に直談判、持ち前の交渉力で公的資金導入のための法案提出にこぎつけます。しかしこの法案は国会で激しい論争を巻き起こしました。野党は鈴木商店という一企業に恩恵を与えるものだと非難し、鈴木商店が抱える震災手形の総額を明らかにせよと迫りました。政府は債務の公表は金融不安を招く恐れがあるとしてこれを拒否。国民の不安が高まる中、国会の審議は長引きます。そうした中、3月14日、事件は突如起こりました。それは、東京渡辺銀行で手形決済のための現金が不足したことから始まります。この事態は、国会で答弁を行っていた大蔵大臣片岡直春にも知らされました。実はこの時点で東京渡辺銀行の現金不足は解消していました。しかしそのことは片岡に知らされませんでした。国会では相変わらず野党が債務の公表を強く迫っていました。片岡は金融危機の深刻さを訴えるつもりで口走りました。現に今日正午ごろにおいて渡辺銀行がとうとう破綻をいたしました。衝撃が議場に走りました。実際には起こっていない銀行の破綻を口にした大蔵大臣のこの失言は世間の金融に対する不安に火をつけました。翌日、東京渡辺銀行は預金者が殺到して取り付け騒ぎが起こり、休業に追い込まれました。混乱はこれにとどまらず、震災手形を持っていると噂された多くの中小の銀行にも人々が押し寄せます。1ヶ月で37の銀行が休業する金融恐慌の発生でした。金子の鈴木商店も銀行からの融資が受けられなくなり、2週間後ついに倒産してしまいます。金融恐慌の責任を取って内閣は総辞職。金子もまた金融恐慌の火付け役と目されて厳しい批判にさらされました。この金融恐慌は銀行に対する信用が揺らいだパニックでした。しかし
この経済危機は来たるべき崩壊の序曲に過ぎなかったのです。世界恐慌の2年前のことでした。ゲストのご紹介です。経済評論家の内橋克人さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。今の VTR を見ておりますと、いわゆるその世界恐慌の前の日本の金融恐慌、あの直接の引き金というのは、当時の大蔵大臣の失言にあったわけですけれども、そのそこに向かう太い流れがあったということですね。そうですね。第一次大戦によりまして、日本に恩恵、参戦はいたしましたけれども、直接の被害は受けなくて、そこにこう漁夫の利といいますかね、それを得たわけですよね。そして非常に国の中で、ブームに湧いていくわけですが、何が進んだかといえば、それが不均衡経済というものだったと思うんですね。で、不均衡経済というのは、例えば富を持っている人のところにどんどん集中していく、市場に任せておけばですね、貧しい人のところには再配分してこないと、こういう形になって、ますますその貧富の差も開いていく。から産業構造もですね、同時に偏りがありまして、当時は繊維の中でも生糸ですね、生糸という産業、輸出産業に非常にこう依存してしまうわけですね。そしてそれが輸出全体の4割ぐらい占めてる。でその4割の中の9割は対米輸出なんですね。つまりアメリカに対するまた過度なる依存、そういう輸出構造になっている。ですから国内ではなく輸出に頼り、輸出の中でもアメリカに頼りと、こういう状況ですね。これが不均衡経済のいわばですね、一つの姿だと。これはとても危うい脆い経済にすでに陥っていたということではないかと思うんですね。不均衡経済、つまり富の偏在、あるいはアメリカ一辺倒の経済という、これが、停留にあったということでございますけれども、その日本がその第一次世界大戦の後の不況に苦しんでいるときに、その当時世界の経済をリードしていたというふうに言われるアメリカはどうだったのか、その実態を次の VTR で見ていこうと思います。アメリカ、ニューヨーク。ここに多くの高層ビルの建設が計画されたのは、第一次世界大戦が終わった頃のことでした。アメリカには戦争で疲弊したヨーロッパに代わって多くの富が流れ込んでいました。人々は音楽や踊りなどの娯楽に酔いしれました。ウォール街にあるニューヨーク証券取引所の株価は年々上がり続け、1920年代半ばには10年前の2倍になっていました。当時の花形株の一つに創設されたばかりの RCA ラジオ局の株がありました。このラジオ株で大儲けしたのがジョセフ・ケネディ。あのジョン・F・ケネディ元大統領の父親です。1928年3月、ケネディは相場師仲間数人で1300ドルの資金を集め、RCA 株の買い占めを図ります。1日で39万株という大量の取引を仲間と行い、 RCA 株価はたちまち74ドルから91ドルに上昇しました。これを見ていた一般投資家も RCA 株に殺到し、翌日には109ドルにまで上がりました。株価が上がりきったと見るや、ケネディは一転すべての株を売却。総額500万ドルと言いますから、当時のレートでおよそ11億円の利益をたった2日で稼ぎ出したことになります。こうした買い占めは現在は禁止されていますが、ケネディはこう語っています。市場で儲けるのは簡単だ、法律で禁止されそうなことを
禁止される前にやればよい。その頃、ケネディと並んでその名を轟かせたもう一人の相場師がいました。ウォール街のキングと言われたジェシー・リバモアです。リバモアの最大の武器は情報でした。全米の取引所と専用電話で結び、登場したばかりの国際電話まで駆使して、ロンドンやパリの株式市場の動きも逐一掴んでいました。ある日、リバモアはユニオンパシフィック鉄道を中心に鉄道株を1万株以上売りに出します。リバモアが売る以上に株を買う者がおらず、鉄道株の値段はみるみる下がっていきました。リバモアはこの状況を見越していました。この日、多くの証券会社が資金不足で株を買うことができないという情報をつかんでいたためです。リバモアが仕掛けたのは空売りでした。下がる前の高い値段で株を売り、後日株価が下がったところで同じ株を安い値段で買い戻すという手法です。リバモアの利益は、株が高い時に売った値段と安くなってから買い戻した値段の差額です。株価が下がれば下がるほど利益が大きくなります。株価の暴落を巧みに利用したこの空売りで、リバモアは100万ドル以上を懐に入れました。相場師たちが次々と富を得るニューヨーク株式市場の活況は、それまで投資に関心のなかった人々にも一攫千金の夢を与え、ウォール街に殺到させます。この頃、映画館や食堂にはティッカーが置かれました。ティッカーとは、電話回線によってどこでも株の最新価格を打ち出せる機械です。ティッカーは大衆の投資熱をますます高めました。やがて一般投資家の多くは借金をしてまで株を買い始めます。投資家たちが利用したのはブローカーズローン。株式を担保に多額の投資資金を借りることができる仕組みです。ただし、金利は高く設定されていました。このローンを使えば、手持ちの資金の10倍の額の株を買うことができます。10倍の資金で買った株が値上がりすれば利益は10倍。しかし、株価が下がれば損も10倍になり、たちまち破産する恐れもありました。当時のアメリカは、誰もがいつも株価に注目し、リスクを無視して株に投資する社会でした。人々は自分たちの繁栄が永遠に続くものと信じていました。世界恐慌のおよそ半年前のことでした。ご覧いただきましたように、第一次世界大戦が終わって疲弊したヨーロッパに代わって、マネがどんどんアメリカに流れ込んでくるという中で、あの当時のアメリカというのは、もう狂乱ともいえるその株式ブームでございました。内田さん、これはやはりアメリカのバブル時代というふうに言っていいんでしょうね。そうですね、節度を失ったマネ、これが実体経済を攪乱していく、つまり虚が虚、虚実の虚ですね、虚が実を振り回す、そういうマネーがですね、ものづくりであるとか、あるいは農業とか、そういった実体経済をこう振り回していくと、そういう姿だと思うんですね。つまり、まあ市場に任せておけば、全てはうまくいくんだと、自由にその儲けるだけ儲けさせておけば、富を持った人がですね、全体を引き上げてくれると、
つまり格差ある社会は活力ある社会だと。しかし結果においてさまざまな再び不均衡な経済というものがですね起こってしまうと、こういうことになるのではないでしょうか、ね、そのためにその投機マネーが使われるということは今回のサブプライムローンの問題と極めて似てますね。非常によく理解してますね。やっぱり時を超えて蘇ってくるということでしょう。例えば100万あれば1000万の運用ができる、その1000万だったら1億できるというふうにですね、どんどんこう膨らませていくことができる、そのまあ原点がですねブローカーズローンだというふうにも見ることができると思いますね。この金融市場においてですね、この実体のない投機マネーによる繁栄なんていうのが長く続くわけがないわけでございまして、やがて世界を震撼させるあの暗黒の木曜日がやってまいります。すなわち今日のその時、1929年の10月24日でございます。1929年8月株価は相変わらず上昇し、経済学者も先行きを楽観視していました。This country is fundamentally soundAnd the technical situation in the stock market is not going to prevent the great improvement, progressive improvement in our wonderful prosperity. しかし、危機は確実に迫っていました。この年、ブローカーズローンの総額は9年前の8倍に増加。株価が下がれば、この巨額のローンはたちまち破綻します。それは金融危機に直結することを意味していました。そしてウォール街の相場師たちは株価暴落の予兆を嗅ぎ取ります。9月4日リバモアは独自の情報網で極秘情報をつかんでいました。それはイギリスの中央銀行が国外に流れている資金を取り戻すため金利を大幅に上げるというものです。ヨーロッパの資金がウォール街から出ていけばアメリカの株式市場は暴落するに違いない。リバモアの目には暴落を利用した空売りの絶好の機会と映っていました。しかしリバモアにもこの事態がもたらす本当の意味は分かっていませんでした。9月26日リバモアがつかんだ極秘情報は現実となりました。イギリスの中央銀行が金利を大幅に上げアメリカを上回る 6.5% としたのです。その結果、それまでニューヨークに投資されていた資金がより高い金利を求めてロンドンに移動し始めます。資金が流出した影響はニューヨーク株式市場にすぐ現れ、10月に入ると株価は小刻みに下落を始めました。次第に不安に駆られた人々がウォール街に集まり始めます。下落する株が続出したためでした。暴落の予兆を嗅ぎ取ったケネディは持っていた株のほとんどを売り払いました。相場の世界から身を引いたのです。一方リバモアは空売りを仕掛けながら市場が暴落するタイミングを探っていました。そしてその時、1929年10月24日木曜日午前10時。運命の一日が始まりました。最初は前日下落した石油株や自動車株に買い注文が入り、相場は回復していくかに見えました。
10時25分、自動車最大手のゼネラルモーターズの株2万株が売りに出されました。金額にして125万ドルという大量の売り注文です。これをきっかけに大量の売り注文が取引所を襲いました。取引開始からわずか30分で1日分の取引に相当する額の株が売られます。株価はたちまち全面安となり、夢の株と言われた RCA ラジオ株も瞬く間に下落しました。凄まじい暴落の様子は刻々とティッカーに打ち込まれていきます。ティッカーによって暴落を知った人々はウォール街に押しかけました。午前11時、株を売ろうとする一般投資家5000人の群衆がウォール街にあふれ、治安維持のために警官隊が出動しました。午後になってニューヨークの銀行連合が資金を出して株を買い支えようとします。これによって株価はじりじりと回復し始めました。しかし普段の3倍もの情報量のためティッカーの伝達が遅れ、暴落の状況しか知らない無数の投資家たちの売り注文は銀行連合の緊急対策を飲み込んでしまいました。午後3時、この日の取引が終わりました。相場師リバモアの空売りはこの暴落でも当たり、数百万ドルの儲けを手にしました。しかし国全体で見ると、この日失われた金額は30億ドル。たった1日でアメリカの国民総生産の 3% に匹敵する額が消え去りました。これ以後、金融不安から1300以上の銀行が倒産。物価は急激に下落し、アメリカ国民の4人に1人が職を失いました。世界恐慌の始まりでした。この恐慌の波は世界中に及びました。アメリカ政府が自国の産業を守るため、海外からの製品に高い関税をかけ、国際貿易を大幅に縮小したからです。アメリカと緊密な関係にあった日本は輸出が大幅に減少し、主要な輸出品である農産物の価格が暴落しました。2年前の金融恐慌で弱体化していた日本経済にとって、世界恐慌の影響は致命的でした。経済成長はマイナスを続け、都市部では失業者が続出、農村では借金苦から身売りが相次ぎ、いわゆる昭和恐慌が起こりました。次々と押し寄せる経済危機は日本を破滅へと追いやることになります。日本は経済立て直しの突破口を中国大陸進出に求めたのです。暗い時代の始まりでした。昭和6年満州事件、昭和12年日中戦争、やがて日本が行き着いたのは太平洋戦争でした。内橋さんは今日のその時をどうお捉えになりますか。
例えば当時のですね、1929年のこの20年代、1920年代っていうのはですね、繁栄の20年代と言われたんですよ。その前は第一次大戦、まあ、ヨーロッパからバネがどんどんアメリカに流入してきますからね、もう未曽有のその繁栄をですね、謳歌したんです、アメリカは。でそれはいつまでも続くもんだと思ってたわけですよね。しかしながら自動車、あるいはその電気、そしてまあ住宅ですね、これがですね、わーっとこの、どう言いますか、こういい調子になっていったと。けれどもですね、一方で農業、農村ですね、もう恐慌寸前の不振な状況は続いていた。つまり産業間のバランスがですね、極めて悪くなってしまっていた。まさに現在起こっております世界経済危機ですね、同じような筋道、同じような人物の活躍、同じような構造、これを見ることができると思うんです。この80年前のこの世界恐慌、いわゆるこれとほぼ同じような状況に今ある。どうしたらいいんでしょうか。そうですね、これはとても難しい問題ですね。市場が人間を振り回すのでなく、人間が市場を制御していく、そういう経済あり得ると思うんですね。でそれをまあ私どもは共生経済と言えるんではないか。共生ということはですね、例えばその人々が参加をする、はい、あるいはですね、その共同をしていく、連帯をしていく、そういう経済ですから、とりわけ人間の生存にとって基本的なですね、食料、それからまあエネルギー、そしてまあ人間介護、あるいはまあ人間関係ケアですね、自給権、自らが作りですね、そしてある一定の域内で自給 自足をする、その消費権を経済する、形成していくということが、ね、人間の生存、基本的な生存権である、こういうふうに言えるのではないかと思いますね。ありがとうございました。今日は80年前のいわゆる世界恐慌について見てまいりましたけれども、私たちが歴史を見るということは、その過去を見ることではなくて、未来を見るために歴史を見るんだということを今日は本当につくづくと痛感したことでございました。この番組の終わりにあたって、今日はですね、その80年前のあの金融不安の時にそれに踊らされた人々のその後と、それから今世界を追っている不況の中でですね、世界は今どういう動きをしようとしているのか、それをご覧いただきながら番組を終えたいと思います。今夜もご覧いただきありがとうございました。ニューヨーク市場の大暴落で巨万の富を得たジェシー・リバモア、しかしその後リバモアは相場で失敗し続け、財産を失います。世界恐慌の前にはリバモアの経験や手腕も所詮は無力でした。1940年11月、破産したリバモアは自ら命を絶ちます。私の人生は失敗だった。最後の手記にはこう記されていました。リバモアと共にウォール街を席巻したジョセフ・ケネディはいち早く株の世界から身を引いて実業家に転身しました。ケネディは恐慌のありさまを見てこう語りました。証券会社や投資家など金融界の連中はこれまで過大に評価されてきた。でも彼らはこの混乱を収拾できないではないか。世界恐慌によって引き起こされた戦火の中で焦土となった日本は焼け跡からの再出発を余儀なくされました。その廃墟の中からいくつもの企業が再び立ち上がります。その中にはかつて金融恐慌で消えた鈴木商店ゆかりの会社もありました。石川島播磨重工業、現在の IHI、 帝人、札幌ビールなど、
あの鈴木商店の金子直吉は倒産後、傘下の企業のほとんどを独立させたり、あるいは他の財閥に入れたりして存続させていました。そして今、私たちはまた世界同時不況に直面しています。アメリカ政府は去年、総額7000億ドル、日本円にしておよそ75兆円の公的資金投入に踏み切りました。世界恐慌以来最大規模の財政出動です。さらに異例の緊急金融サミットが開催され、各国が協調して対策に当たることを確認し合いました。その後、世界中でさまざまな金融政策が実施されています。But this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control. The nation cannot prosper long when it favors only the prosperous. People, 儲けたいという欲望がある限り、世界恐慌はまた起きる可能性があります。それを防ぐことができるのは、実は私たち自身なのかもしれません。